瀬戸田サンセットビーチは、広島県尾道市の育地島にある海水浴場。愛称島並レモンビーチ。日本の水浴場88線。瀬戸内海国立公園内に位置する海浜で、沖合に氷炭島が浮かび、その向こうが愛媛県の大見島になる。この南側に、島並海道たたら大橋がある。シーカヤックやサイクリングに対応する施設も備える。 元々は、ベルカントホールと共に1985年から、瀬戸田町で始まった集客型観光施設整備の一環として、さらに1987年、総合保養地域整備法施行後計画された、瀬戸内中央リゾート構想の一つである、瀬戸田マリンタウン構想によって整備が進んだ、マリンリゾート施設群である。まず1988年広島県によって、 人工海浜を及びマリーナが整備され、後にテニスコートなど、付帯施設が整備された。1989年会と島の博覧会、共催会場となった。ただこのマリンリゾート計画自体は結局は、頓挫している。付帯施設などは当初は、瀬戸田町が所管、市町村合併により2006年以降は、小野道市の所管である。二千十三年指定管理者制度を導入。 現在は、ツネーシホールディングス関連団体等による団体、SBC と打共同企業体が指定管理者として管理している。2014年に大規模な施設の新設及び更新が行われている。2005年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ありがとうございます。